リコって名前つけた。ねえねえ、昔々の、わ、キモ上手よ、すっごい上手じゃん。ゆうか、昔々の、もう一回言って。昔々のやつ言って、動物の話して。昔々、あるところの動物の話。ねえ、待って、違うけどいい？いいよ。昔々のあるところには動物がいっぱいある話。それは、こちら。おー。あー、すごい。あー、動物。喋って。動物喋って。動物は？いつもいつも大好きなので、その次の日は、ね、ミーコのお誕生日でした。ミーコのお誕生日はみんながお誕生日の木の実を全部あげると言ってみました。これがお誕生日の木の実が入ったミーコの中。そうなんじゃ、すごい。ミーコのお誕生日のケーキはいっぱいケーキが入っています。それでミーコは嬉しくなって嬉しくなりました。そのミーコはもっともっと嬉しいこともあるだろうね。それで次のお誕生日はネズミちゃんです。ネズミちゃんは本当は息をできる。ネズミちゃんのむずぎを持ってきました。その次の日は、うん、犬のお誕生日でした。そう、犬のお誕生日はそのお洋服でした。その次はウサギです。ウサギのお洋服、ウサギのプレゼントはクマと言います。あ、じゃなくて、ウサギのプレゼントはお洋服と言います。その次のお誕生日はクマです。クマのお誕生日もお洋服です。その次はニワトリ。ニワトリのお洋服は、ニワトリのプレゼントは足でした。もう一個のニワトリのプレゼントは足。木のお誕生日では、木は雪だるまのお誕生日です。クマのお誕生日は冬。冬の雪でした。雲はにっこりと見えなく笑っていました。それでにっこり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 、みんなにっこりにっこり嬉しがってしまいました。そういうみんなは、ふわーいと戦争はミーコでいいよって言ってから、ミーコは駆け出しました。みんなも駆け出しました。そういうミーコは足が速いのです。ミーコは可愛くてもっと可愛いミーコでした。うん。終わり？それでミーコは顎を触ってるとすぐ舐めちゃいしまいます。それでミーコはお菓子をあげるとすぐペロペロ舐めてコップ噛んでカチカチとカチカチと噛んで食べてしまいます。みんなも猫の真似をしちゃいけません。みんなはもうパクって食べてカリカリと2回してからごっくりです。みんなも元気よく走ってね。それでみんなはもう早くなりました。みんなは嬉しがって嬉しがってミーコが月になりました。みんなはわーい、ミーコだミーコだと言いました。終わりじゃないよね。あとね、何回にしよ、あと何回がいい？あと3回？いや、もういいよ。いや、ゆうかちゃん3回、あ、じゃあ6回8回、9回、10回。でね、猫は大好きな子供たちが好きでした。それでネズミも大好きなことが好きました。